はい、どうも、こんにちは。お久しぶりかな。今回の動画は、ちょっとなんか緊張しちゃってる。久しぶりだから。なんだったっけ？ビューティー定期便ですね。はい、2ヶ月に1回届く、コスメのね、ボックスなんですけど。今回は2月ですね。はい。前回いつ紹介したっけ？ 12 月か。はい。ですね。はい。久しぶりですね。はい。その時もね、動画、紹介するかわからないですけど、紹介できたらね、しますって確か言ってたような気がします。はい。届きました。今回ね、ちょっと遅れて届きましたね。はい。こんな感じの箱に入っております。そんなに重くないかな。前回すごい重かったんですよね。はい、開けます。はい、中身はね、自分もこんな感じです。今日は、紹介しながら、ちょっとね、雑談っていうかね、まあ、余計なことっていうかね、よそごともね、話していくかもしれないので、動画がね、長くなるかもしれないです。あんまり長いのは嫌な方はね、2倍速とか、3倍速で、流してくれたら嬉しいです。はい、いつも入っているね、こう、冊子ですね。中身はこんな感じです。はい、では開けていきましょう。もう今日は暑い。本当に今日は暑い。で、夕方ってことないか。今ね、2時半なんだけど、こんなに日が出てるのね。はい。ちょっと時間が空いたので、今撮ってます。もう家の中の方が、ちょっと肌寒いかな。外は暖かいと思う。あ、やだ、これ見て見て。すごい、ネイルがこんなに入ってるよ。めっちゃ嬉しいんだけど。私、この間、テムさんでさ、付け爪買ったんですよね。まあ、見てくださった方、見たと思うんです。当たり前か。その動画をね、見てくださった方、ありがとうございます。その付け爪が、私の、この爪の形に全く合わなくて、結局、シールをね、今、こう、つけてます。あ、見える？こっちか。こうか。すいません、今日ね、iPad で撮ってるので、いつもと全然、感覚が違っちゃって、撮りづらいんですけど。そう。もう私はやっぱね、シールがいいです。うん。やっぱりシールがいい。ただこう、シールだと、こう、付け爪もそうなのかな。付け爪つけた時に、細かいさ、こういったね、シールを、こう、シールを剥がそうとしたら、この長い爪なので、めくれないの。で、あんまり、なんていうのかな。細かい作業ができなくなるのが、すごく私は、なんかストレスになっちゃって。だけどシールだとね、そんなに不快にならない。ただね、髪の毛洗うときにこう引っかかっちゃう。シールのところ引っかかっちゃって、そこが一番、ちょっとごめんなさいね。なんか久しぶりにこの場所で撮るんだけど、相変わらずね、車の騒音がうるさいです。はい。ちょっとね、動画をね、出す頻度が少なくなっちゃっていますね。ちょっと視聴者さんの方ね、たまに、ほら、インスタグラムの方とかね、DM くださってありがとうございます。動画ね、楽しみにしてくれる方がね、ほんの少しでもいるのでね、嬉しいです。 はい。これが、まずこれなんだろう。まずね、あ、カメラね、こっちなんだね。反対こっちかと思っちゃった。こっちですね。これ、ちょっと、もうちょっと上にした方がいいのかな。これは何だろうね。ボタニカルリッチフェイスクレンザー。何だろうね。洗顔後の肌にリッチな潤いを感じる。あ、これ洗顔なんですって。こうか。ボタニカ、本当にもう老眼で嫌になっちゃう。ですね。ボタニカルリッチフェイスクレンザーですもんね。こんな感じですね。ちょっとこれどかしましょうかね。邪魔だよね。これです。こんな感じです。ボトルに入ってね、量はそんなにないのかな。
そうね、私は今何使ってたっけな、クレンジング何使ってたかな。前に入っていたクレンジングを使ってますね。それもこのビューティー定期便に入ってたやつです。ちょっと持ってきましょうかね。ちょっと待ってくださいね。これをね、今使ってます。前に入ってたやつですね。定期便に入ってたやつ。こんな感じで。これすごくね、長持ちして良かったですね。はい。あと、ついでにね、こちらも持ってきました。これもいつも私お風呂に置いてるんですよ。これも今ね、どれぐらい使ってるかな。2月の初めぐらいから使い始めてますね。2日に1回使ってるかな。これはなんでこれ買ったかというと、ファンケルのね、泡ジェル洗顔ですね。これはマッサージとパックと、洗顔と、まあ、全部できるので、なのでこれ買いました。で、私楽天で買ったんだけど、評価もめちゃくちゃ良かったので、あ、これ使ってみようと思って使ってみました。またこれ、どうだろう、私使い切りコスメとか一回も紹介したことないんだけど、まあちょっと挑戦してみたいなと思って、これも使い終わったらね、最後にまた、半年後かわかんないですけど、紹介できたらいいなと思います。とりあえず、この辺とか、使ってよかったものは、概要欄の方に載せておきますね。まあ、少しでも参考になったら嬉しいです。ちょっとビューティー定期便と全く関係ない紹介になってしまいましたけど。あと、こちら、ネイルですよね。これなんていう、そっぽ。なんか聞いたことがある。いろんな色があるね。こちらは何だろう、グリーン系とか、これ何色？まあ、同じ色がいっぱいあるんだけど、なんでこんなにあるの？ なんでこんなにある？ もしね、これ、欲しい方いたら、まあ、DM かなんかくれれば私、差し上げますので。はい。あ、この色。これが一番、あ、そうだね。同じ。なんですっごいあるの？とにかくこんなにあるんだよ。だってこんなにいらないのね。ネイルする人いますかね。あとは、これですね。これなんだろう。お、おまい。全粒粉の、サラダ。マカロニサラダ？これどうやって食べるんだろうね。サラダマカロニって書いてありますね。あ、なんかこれ、一瞬ちょっと開けてみましょうかね。ハサミ持ってきます。どうやって食べるんだろう。アボカドとブロッコリーのマカロニサラダ。なんかに一緒に入れて食べるのかな。こんな、まあ、普通のマカロニですね。お、体にいいということは間違いなさそうですね。これは早速サラダに使ってみようかな。私はね、卵とブロッコリーと、アボカドがないから、そうだな、また、今日は無理か。また作りたいと思います。ね、いいね。体にいいものはありがたい。で、あとこれですね。これめっちゃ嬉しい。ちょっと、メイクのさ、ベースメイク、欲しかったので嬉しいです。メイクといえば、私、カラオケチャンネルの方で、ちょっと事情があって、もう、カラオケの動画が上げれなくなっちゃったんですよ。で、そこで、モノマネのメイクをね、ちょこちょこと出していて、八代亜紀さんとか、あと、自分的に傑作だと思ったのが、なんだっけ、中島美嘉さんね。あれは、ちょっと自分的に、あ、似てるなって、思ってしまいました。すいません、自己評価になるんですけど。
あと松田聖子さんとか中森明菜さんとかやらせていただいて、でこの間ね、石田ゆり子さんのメイクをやったんですよ。以前ね、ずっと前にね、石田ゆり子さんのモノマネメイクをやってみて失敗したことがあったんですね。で今回もう一回リベンジということでモノマネメイクをやってみたら、めちゃくちゃ石田ゆり子さんに失礼なぐらいめちゃくちゃ似てなくて、これはもう絶対需要がない、誰が見てもこれは石田ゆり子さんに失礼だなと思って、ちょっとね動画はねボツになりました。ということでね、今ね、そう、自分の中でね、その モノマネメイクはなんか満足しちゃったものがあって、なんかその時は動画やり始めた時はすごく楽しくって面白くてやっていたんだけど、そうね、そう、なんかあれだね、自分の中で完結してしまって、また機会があったりちょっとね、そういうテンションになった時じゃないとそういうメイクってできないっていうのもあるんだけど、またそういうやりたくなったらね、またやろうと思います。本当にね、なんか見てくださった方ありがとうございます。本当にありがとうございます。ということでね、普通のね、日常メイクとかもねやれればいいんだけど、本当にこんなことしかね、参考にさせて、本当にこんなことしかね紹介できなくて本当に申し訳ございませんね。モイーストラボコントロールカラー下地ピンクグロー 30g ですね。ちょっと出してみましょうかね。あ、こんな感じ。やっぱりさ、今の下地ってツヤは基本なのかな。結構ツヤツヤしますよね。私ね、どっちかっていうとツヤっぽい肌苦手なんですよね。マットなね肌が昔から好きで、でも最近やっぱりもう皆さんさ、ツヤ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 したメイクしますよね。なんか私ね苦手なんですよね。でもせっかくなのでね、こう使っていきたいと思います。これは本当にありがたいです。入っていて本当に嬉しいです。で、あとこれなんだろう、ソポさん、ソポって読むのかな。あ、そういえばこれもソポですよね。なんで聞いたことがあるんだろう。このソポってなんかコンビニかなんかのメーカー、違ったっけ。ローソンとかさ、ファミマでさ、このオリジナルのメイク用品販売してなかったっけ。これ出したらこんな感じ。なんだろう、とね、本当にね見えないんだよ老眼で。カラー、あ、マスカラだ。カラーマスカラだって。またこれ使ったことがないかもしれない。なんだろう、よいしょ。はい、こんな感じですね。色がそれぞれ違うんだよね。ライトベージュとモーブピンクと、あと、モーブピンクが2つある。色のマスカラがあるんだね。私まつげが短いから塗ってもちょっとわからないと思うんだけど、使ってみたいですね一度は。私何言ってんだろうこんな感じ。これもなんか使いづらいですね。こんな感じ。マスカラとこの
ネイルとあのセットにして、ね、適当にその辺は私が色を選んで差し上げますので使ってください。はい、な感じですね。はい、まあインスタグラムもまたぼちぼちやっていきたいなとは思っておりますが、わからないです。こればっかりは本当にわかんないですね。動画も本当にわからないのでね。はいはい、でもせっかくね、もう長く続けられている YouTube なので、なるべくはねこんな感じでやめないでね、何かしら発信していけたらと思っております。はい、それでは最後までご視聴してくださいましてありがとうございます。はい、ということで、はい、こんな感じで終わりにしたいと思います。だらだらとね、長々とおしゃべりしてしまいましたが、はい、ありがとうございました。 Happy Life。 うん、これね、どれか塗ってみようかな。私はやっぱこの色が好きかな。これちょっと塗ってみよう。動画の時はソッポとか言ってたのよ。ソッポ、ソッポでいいのかな。で、ファミリーマートで売っているみたいですね。で、なんか調べたらソッポとはフィンランドで可愛いっていう意味だそうです。はい、あ、ここは塗っとるか。ここでいいか。こんな感じです。で、やっぱちょっと乾きがね遅いようなことを書いてありました。うん、綺麗な色。ちょっと何種類塗ってみようか。ね、カメラ越しで塗ってるのでちょっと下手くそに塗っちゃうかもしれない。全体的にさ、くすんだ色なのでね、うん、綺麗です。こういったネイルってやっぱ1週間ぐらいで取れちゃうみたいですね。しょうがないね。よし、ここにしよう。ちょっとムラができちゃうな。こんな感じで、最後にこの色、すごいなんかブラウン系かな。よいしょ、型開いた。ブラシがね結構塗りづらい。よし、こんな感じですね。こんな感じのお色です。はい、でね、でアーリーエクスプレスっていうところで日焼け止めを頼んだんですね。ここね、このねサイトはね結構前に頼んだこと何回かあったんですけど、今回ねちょっと一番ねショックでした。見てくれる？ほら、じゃーん、これですよ。これこれね、もう文字がはげてるの。めちゃくちゃショック。アーリーエクスプレスさんってすごいお値段安いんだけど、ね、発送がめちゃくちゃ遅いです。テムさんとかシーンさんとか海外のねサイトでよく購入しているんですけど、アーリーエクスプレスさんが本当にすごい遅いって改めて思いました。はい、それでまたこの感じだったしちょっとショックです。